エアロスミス、エアロスミスはアメリカ合衆国出身のロックバンドと東海岸を代表する世界的なグループとして知られ、キスやアリス・クーパーらと共にロック界に大きな影響を与えた。1990年グラミー賞初受賞。2001年ロックの殿堂入り。1973年当時は珍しかった。 アメリカ東海岸出身のハードロックバンドとしてデビュー。メンバーの脱退、一時離脱などを経た今もオリジナルメンバーで活動している。2001年にはロックの殿堂入りを果たしており、第2回 MTV アイコンアワードにも選ばれている。これまでにグラミー賞4回、ビルボードミュージックアワード4回、アメリカンミュージックアワード6回、MTV ビデオミュージックアワード10回などを 獲得している。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいては、第9位にランクインされている。スティーブン・タイラーとジョー・ペリーのソングライティングコンビは、トキシックツインズ、ザ・トキシックツインズとも呼ばれ、米国作曲家作詞家出版社協会、アスキャプから、ポップミュージックを形成した大な影響を与えた、パイオニア的存在に贈られる。 ファウンダーズアワードが受賞されており、ナショナルアカデミー・オブ・ポピュラー・ミュージック・ NAPM 設立によるソングライターの殿堂入りもしている。日本では、1970年代後半から、クイーン・キスと共に3大バンドの一つとして人気を博し1977年に初来日している。1998年には、海外アーティスト初となる四大ドームツアーを、 観光した。トータルセールスは、全世界で1億5、0000、前以上と言われている。1970年夏、アメリカニューハンプシャー州、サナピー湖にあるクラブ、ザバーンで、友人関係にあったジョー・ペリーとトム・ハミルトンらによる、バンド、ザ・ジャム・バンドの演奏を、スティーン・タイラーが見ており、彼らに、新バンドを組む話を持ちかけたことが、 エアロスミス誕生の発端とされている。スティーブンはすでに別のバンド、ザ・ストレンジャーズや、チェーン・リクションでドラマー兼ボーカルとして活動しており、地域で知名度もあった。この新バンドでスティーブンは、フロントマンに徹し、ドラマーに、ジョイ・クレーマー、もう一人のギタリストに、レイモンド・タバーノが加入し、活動がスタート。バンド名はジョイが、高校時代からイメージしていたバンド名にちなんで、 エアロスミスに決まった。バンドロゴは、レイモンドの原案が取り入れられた。しかし、翌1971年に、レイモンドが脱退。バンドは、新たなギタリストとして、バークリー音楽大学を卒業し、複数のバンドでの経験もあるブラッド・ウィット・フォードを迎えることになり、オリジナルメンバーが揃うことになる。はじめは、カバー曲中心のパーティーバンドのような活動をしていたが、 ボストンのフェンウェイシアター支配人からの紹介により、地元有力プロモーターに出会い、マネジメント契約を結ぶ。その後、マネジメント会社の交渉により、1972年夏にコロンビアレコードとの契約が成立した。こうしてエアロスミスはデビューする足がかりをつかんだ。1973年1月、ファーストアルバム、野獣生誕、エロスミスでデビュー。 アルバム収録曲のドリームオンドリームオンがアメリカ東海岸地区のロック系ラジオを中心として注目され、同曲をシングルカット、全米チャート59位、ビルボードホット100まで上昇するヒットとなる。1974年3月、セカンドアルバム、飛べ、エアロスミス、ゲットユアウィング n を発表。1年以上にわたって、全米チャート201件内、 ビルボードを200に入り続ける作品になった。プロデューサーは、ジャック・ダグラスが担当した。1975年4月、サードアルバム、アンヤのヘビロック、トイズ・イン・ザ・アッティックを発表。ウォーク・ディス・ウェイ、ウォーク・ディス・ウェイや、スイート・エモーション、スイート・エモーションもシングルヒットし、アルバムも全米チャート11位、ビルボードを200まで上昇。 バンド初のプラチナディスクを獲得した。この勢いで全2作のアルバムのセールスも上がり、シングル、ドリームオンは再発売されて全米チャート6位、ビルボードホット100まで上昇した。なお、日本では同年5月に飛べ、エアロスミスが発売されて日本デビューとなった。1976年4月、全米ツアー開始。 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでのライブも開催。5月には、フォースアルバム、ロックス、ロックスを発表。全米アルバムチャート3位、ビルボード200を記録し、ラストチャイルド、ラストチャイルド、ホームトゥナイト、ホームトゥナイト、トイトバックインザサドル、バックインザサドルもシングルヒットする。日本でも彼らの知名度は上がり、クイーン、クイーン、キッス、キス、と、並び、 三大バンドの一つして人気を博した。10月には初のヨーロッパツアーを開始。翌1977年2月には初の日本ツアーも行っている。また前座にはバウアウが参加した。人気の拡大とともにバンド活動には2度目のヨーロッパツアーを含む大規模なツアーが組み込まれ、その合間に自作のレコーディングが行われるという過酷なスケジュールに。 なり、以前から使用していたとされるドラッグも、使用頻度が増していった、薬物乱用。そのような中、1977年12月にフィーフス、アルバム、ドローザライン、ドローザラインを発表。全米チャート11位、ビルボード200のヒットとなる。1978年3月には、ロックフェスティバル、カリフォルニアジャム2で、ヘッドライナーを務め。 同年7月から公開されたビートルズのアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを取り上げた、同名タイトルの映画にも出演。カム・トゥ・ゲザーをカバーするなど、精力的な活動が続いていた。しかし、バンド内では、スティーブンとジョーの関係悪化が進み、ステージ上で小付き合いまでしていた。さらに、バンド内に蔓延している、ドラッグ癖が、 自作のアルバム制作にまで影響を及ぼす状況になっていた。そして、1979年7月のロックフェスティバル、ワールドシリーズオブロック演後に些細な出来事から、バンド内で大喧嘩が起こり、ジョーがバンドを脱退する事態にまで発展した。同年11月、ジョーは新たに、ジョー・ペリープロジェクトを立ち上げて、ライブ活動を始め、バンドはジョーに代わるギタリストとして、 ジミー・クレスポを加入しアルバム制作を続行し、制作途中であった、シックススアルバム、ナイト・イン・ザ・ラッツ、ナイト・イン・ザ・ラッツを完成させた、プロデューサーは、ゲイリー・ライオンズ。1980年3月、ジョー・ペリープロジェクトが、ファーストアルバム、熱く語れ、レッド・ザ・ミュージック・ドゥ・ザ・トーキングを発表。一方、スティーブンの負傷などにより活動が停滞していた、バンドは、 10月に、初のベストアルバム、グレイティストヒッツ、エロー・スミス、S、グレイティストヒッツを発表する。1981年8月、ブラッドが、デレクセント・ホルムズとアルバム、ウィットフォード、セント・ホムルズ、ウィテフォード、ショートトーン、ホームズを発表し、バンドから脱退する。また、ジョー・ペリープロジェクトは、セカンドアルバム、忘れ字のロックンロール、I've Got the Rock N。 ロールスアゲインを発表する。1982年8月、ブラッドに代わるギタリストに、リック・デュファイを迎えて、セブンスアルバム、ビ・ジューランブ、ロック・イン、A ・ハード・プレイスを発表。1983年9月、ジョー・ペリー・プロジェクトサードアルバム、いつまでも熱く、音声 A ・ロッカー、オール・ウェイズ、A、er ・ロッカー発表。1984年2月、 エアロスミスのボストン公園をジョーとブラッドが訪れる。後日、話し合いの場が持たれて、オリジナルメンバーでの再活動が決まり、諸条件、ドラッグ、アルコールからの脱却とマネジメントの刷新を整えて、ツアーを開始。レコードレーベルは、ケフィンレコードに移籍する。1985年11月、プロデューサーにテッドテンプルマンを迎えた、AS アルバム、ダン・ウィズ・ミラーズ。 ドネ・ウィズ・ミアーズを発表。1986年、ランディ・ MC が、Walk This Way をカバー。スティーブンとジョーがレコーディングに参加し、ミュージックビデオにも出演した。このシングルは、全米チャート4位、ビルボードホット100のヒットとなり、エアロスミスが音楽シーンにカムバックしていくきっかけになった。1987年8月、プロデューサーにブルース・フェアバーンを迎えた。 ナインスアルバムパーマネントバケーションパーマネントバケーション発表全米チャート11位ビルボード200を記録しエンジェルエンジェルラグドールラグドールのシングルもヒットした翌1988年6月には11年ぶりとなる日本ツアーを行った1989年9月テンスアルバムパンププンプを発表全米チャート5位 ビルボード200を記録し、エレベーターラブ、ラブインアイエレベーター、ジェイニーズ・ガット・アガン、ジャニエ、エス・ゴト、エーガン、アザーサイド、ザ・ザーサイド、ホワット・イット・テイクス、ホワット・イット・テイクスのシングルもヒットした。また、12年ぶりとなるヨーロッパツアーや初のオーストラリアツアーも行われた。1990年、グラミー賞で、 ジェイニーズ・ガット・ア・ガンがベスト・ロック・パフォーマンスを受賞。MTV ビデオ・ミュージック・アワーズでもビューアーズ・チョイスなどを受賞。同年9月には日本ツアーを開催。1991年 MTV ビデオ・ミュージック・アワーズでアザーサイドがベスト・メタル・ハード・ロック・ビデオを受賞。初のボックスセットパンドラの箱、パンドラ・ S ボックスを発表する。 1993年、一度レコーディングしていた曲を聞き込み、それらの曲を収録せずさらに追加で制作した曲をレコーディングするなど10行を重ねた、イレブンスアルバム、Get A Grip、Get A Grip を発表。バンド初の全米チャート1位、ビルボード200を獲得し、Living on ッジ、e ビ d g e Living, On the Edge, ジー、クレイジーのシングルもヒットした。 MTV ビデオミュージックアワーズでは、リビング・オン・ジェッジがビュー・ w ーズ・チョイスを受賞。翌1994年の第36回グラミー賞でもベストロックパフォーマンスを受賞し、クラインが MTV ビデオミュージックアワーズの最優秀賞にあたるビデオオブザイヤーなどを受賞した。クラインは第37回グラミー賞でベストロックパフォーマンスも受賞している。また、同年に開催された 日本ツアーでは、日本武道館7日間公演などを行い、初の南米ツアーも行われた。11月には、ゲフィンレコード機から選曲した、ベストアルバム、ビッグワンズ、ビッグワンズを発表する。1997年3月、レコードレーベルが、デビュー当時に所属していた、コロンビアレコードに代わり、プロデューサーに、ケビン・シャーリーを迎えた、12 h アルバム、ナイン・ライブズ、 ナインライブスを発表。前作に続き全米チャート1位、ビルボード200を獲得した。なお、当初のディスクジャケットは、ヒンドゥー教徒からの反感を買いかねないということで、デザインが変更されている。翌1998年の日本ツアーでは、海外アーティスト書となる4大ドームツアーを開催した、名古屋、大阪、福岡、東京のドーム球場に加え、 横浜アリーナ公演も行った。また、同年に公開された映画、アルマゲドンのテーマ曲に起用されたミス・ア・シング、アイドントボントミス、エーシングがバンド史上初となる全米シングルチャート1位、ビルボードホット100を獲得。MTV ビデオミュージック・アーズのベストビデオフロム・ア・フィルムを受賞した。同年10月にはライブアルバム、ア・リトル・サウス・オブ・サニティ、 エイリトルサウスオブサニティを発表した。1999年第41回グラミー賞でピンク、ピンクがベストロックパフォーマンスを受賞。7月にはアメリカフロリダ州のウォルトディズニーワールドリゾート内のディズニーハリウッドスタジオにエアロスミスをフィーチャーしたアトラクションロックンローラーコースターがオープンする。年末には再び来日し、 大阪ドームでのカウントダウンライブを含む年をまたいでの4大ドームツアーを開催した。2001年1月、アメリカンミュージックアワードからアワード・オブ・アチーブメント厚労賞を受賞し、受賞式で新曲ジェイ・ディット・ジェイ・デドを披露。第35回スーパーボールのハーフタイム賞にも出演した。3月には、ーンスアルバムジャスト・プッシュプレイ・ジャスト・ プッシュプレイを発表。全米チャート2位、ビルボード200を記録した。また同年、バンドは、ロックの殿堂入りを果たした。10月、テクモが、ゲームソフト、デッド・オー・ r ール・アライブさんにおいてエアロスミスとの、楽曲仕様、K を締結したことを発表。エアロスミスは、ナイン・ライブ h ナイン・ライブズ、g h t Home t ホーム・トゥナト・トゥナイト、アメージング、アメージングを提供した。 2002年1月、日本ツアー開催、3度目となる4大ドームツアー。5月に公開された映画、スパイダーマンサウンドトラックで、スパイダーマンのテーマ、テーマフラムスパイダーマンをカバーした。6月に、再び来日し、2002フィーファワールドカップのオフィシャルコンサートに出演。アンコールでビーズと共演し、トレインケプト、ローリン、トレインケプト、エーローリンを披露した。 7月には、レーベルの垣根を超えた、ベストアルバム、アルティメイトエアロスミスヒッツ、O, ー、イェー、ザウルティメイトエロスミスヒッツを発表。2003年、全米で、キスとのジョイントツアーを開催した。2004年3月、彼らのルーツとなる、ブルース作品のカバーアルバム、ンキンオンボーボー、ンキンオンボボを発表。共同プロデューサーとして、ジャック・ダグラスが、 ドローザライン以来となるアルバム制作に関与した。7月には日本ツアーを開催。広島公演はスティーブンの怪我により中止された。ロックフェスティバル、ポカリスウェットブルーウェーブザ・ロックオーディッセイ2004にヘッドライナーとしても出演した。ツアー終了後は長期休暇を取る予定であることが伝えられた。新作の発表はしばらくなかったが、 ライブ活動は不定期的に行われており、ライブアルバム、ロッキンザ・ジョイント、ロッキン、ザ・ジョイント発表後は、北米ツアーを行い、2007年には、南米、中東、ヨーロッパを含むツアーを行った。しかし、各メンバーに、病気や怪我によるツアーの途中キャンセルや一時離脱が、続いた。ソロ活動としては、2005年に、ジョーが、初のソロ名義となるアルバム、ジョー・ペリー、ジョエ、 ペルリを発表。2009年には、ハブギター、ウィルトラベル、ヘブギター、ウィルトラベルを発表。ジョー・ペリープロジェクト名義で、北米ツアーも行った。この頃、バンド活動を休みたいスティーブンとバンド活動に、長期間の空白を作りたくないメンバー間に、歴が生じていた。2010年5月から9月までツアーを開催するものの、スティーブンは、アメリカのオーディション番組、 アメリカンアイドルの審査員を務め、引き続き、アメリカンアイドルの審査員も務めた、シングル、ラブライブズ、映画、スペースバトルシップヤマト主題歌を発表するなどの、ソロ活動を行い、一時期は、スティーブン脱退説や、エアロスミが新たなシンガー模索中などのニュースが流れる、ことになった。2011年に、南米からツアーがスタートし、11月には7年ぶりと、 なる日本公演も行った。2012年11月発売延期を経て、ジャスト、プッシュプレイ以来、実に11年不利となるスタジオアルバム、ミュージック、フロム・アナザー・ディメンション、ミュージック・フラム・アナザー・ダイメンションを発表。2013年7月にリリースされたバディガイのアルバム、リズムブルースには、スティーブン、ジョー、ブラッドの3人が、 ゲスト参加した曲、e ービルツインが収録されている。同年8月に日本公演を開催。QVC マリンフィールドでの公演は、エラサニックと題してビーズと対バン形式のライブを開催し、ママキン、ママキンを共に披露した。また、シンガポール公演と大阪公演最終日では、日本のヒューマンビートボクサーヒカキンとウォークディズウェイで共演した。 また大阪公演の際に、梅田にて、ストリートライブを行っていた、バンドイーゼル芸術工房とセッションし、翌日のジャパンツアーファイナルに招待したことが話題となった。2016年6月、スティーブンがラジオ番組、ハワード・スターンショーに出演し、翌2017年にライブツアー、フェアウェルツアーを行った後に解散すると発言した。この発言に対し、ジョーが、 ローリングストーン氏の取材でフェアウェルツアーをやることを想像したことなど一度もないと否定していたが11月14日バンド側からフェアウェルツアーを行うことが正式に発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。